日清のお椀で食べるシリーズはお椀に小さい麺を入れてお湯を注いで食べるタイプの袋麺です。お椀わんお椀わん麺を入れてお湯を注げばお椀わんウィー、おかずにおやつにお夜食におわんわん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  OK みんなにちょうどいいよね。みんなにちょうどいいお椀で食べるシリーズ日清。何これ、カップヌードル食べられるんです。お湯をかけると小麦粉でできた麺とエビと卵とネギと謎のあれがみるみる柔らかくなって、ほーらラーメンみたい。でも食べても大丈夫なのかい。発明者はほぼ毎日食べて96まで生きたから。食べられる、私たちが作っています。しかもエコ、無償に食べたくなったらこれが正解だって。一番売れているから、ほら美味しそうでしょ。すっごい美味しい。ヤングにぴったしコン日清カップ。伊勢海老はさすがに入ってない。日清の旨辛豚骨、旨辛豚骨新発売、辛い味今流行、日本中人気豚骨、旨辛ラー油やみつき豚骨も時間じ、白いりごまねぎ赤とがらし&キコラがブタミンチ、間違いない味旨辛豚骨のるまゆたら全部かい、間違いない味旨辛豚骨のるまゆたら全部かい、へい日清。海行きたいけど行けない、夏はシーフード、夏はシーフード、日焼けしたいでもできない、夏はシーフード、夏はシーフード、サマーベカーションレッツシーフードナンバルグラウンベルグラ、夏はシーフードナンバルグラウンベルグラ、レッツシーフードナンバルグラ、夏はシーフード、夏は日清。
商店チキンラーメン悪魔の木村ベランピングチキンラーメン、すごくフォイシー、すごくフォイシー。いや CM 的には失敗だけど食べれば一緒だからいいだろう。すごくフォイシー、すごくフォイシー、最高にうまい食べ方は外だ。宣伝したいことを言ってくれてありがとう。って言うけど見覚えはフィフィ。聞こえますか、聞こえますか。私は今あなたの食欲に直接語りかけています。ほら、目の前にあるのは出来たての UFO。あなたの顔をソースの熱気が包みます。こういう焼きそばソースの香り、ほら焼きそばがすすってもらいたそうにこちらをじーっと見つめている。 UFO 食べたい。どうです、焼きそばの口になってきたでしょ。さあ食欲を解き放ちましょう。Up your desire。 今すぐ UFO を買いに行くのです。お近くの店頭で買うのです。少なくとも明日のお昼までには買うのです。二つくらい買うのです。調理方法。1、蓋の上のふりかけの袋を取り、蓋を下部の1から2まで剥がし、ソースの袋を取り出す。2、熱湯を内側の線まで注ぎ、蓋をして3分待つ。ソースを蓋の上で温める。3、蓋を上部の3から点線に沿って剥がし、湯切り口を作る。4、カップをしっかり持ち、静かに傾け、湯切り口から湯を捨てる。5、蓋を完全に剥がし、ソースをかけてよく混ぜ合わせる。6、最後にふりかけをかけて出来上がり。これが日清焼きそば UFO の作り方。カレー飯にルーがゴロッと入ってるのご存知でしたか。ゴロッとしたルーがエンター。ホットウォーターをインして5分ウェイティング。ぐるぐるミックス。ルーがメルトしたらビューティフルテストカレーのコンプリート。ノーマル美味しい。ぜひ CM 頑張って。うーわよっしゃー、グランチャイカレー飯。これは夢、ワイルドな麺がタイプのオーレン、きっとメモレー。
い袋麺日清これ絶対うまいやつ。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。ライバル。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。ライバル。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。うまうま。日清焼きそば UFO 濃い濃いラー油マヨ。さてと、ここからは俺の時間だ。自慢じゃないが、俺は仕事ができる。かなりできる。だから社内での俺の人望は厚い。上司から期待され、部下から慕われ、社長でさえ俺に一目置いているらしい。故に俺にはいつだってタスクが舞い込む。仕事のできる俺はそれを華麗にこなす。そんな俺にだって不可侵な時間は存在する。それが昼休み、日清焼きそば UFO を食べる時間だ。ここだけは誰にも侵させない俺だけの聖域、サンクチュアリだ。下のコンビニでお湯を注ぎ、給湯室までジャスト1分。ここで2分待ち、3分ちょうどで湯切りをする。今や時間を計らなくても体内時計に刻み込まれてはいるが、それでも俺は時計を使う。言うなればこれは UFO への敬意だ。湯切りまでの時間、俺は考える。午後からの仕事について、人生の意義について。ほのかな麺の匂いが俺にとってのアロマとなり、俺の思考はドライブする。俺にとって必要な2分だ。そろそろ麺がふやけてきた頃か。いい香りだ。午後の仕事も頑張れそうだ。宮野君、ちょっと。おっと、ここで上司の登場とは想定外だ。何でしょう。いいからちょっと。これはこれは、俺の不可侵な時間を脅かそうってわけですか。だが俺は慌てない。プライオリティはあくまで UFO だ。すいません、できれば食事が終わってからで。食事？ふざけんじゃないよ。こんな報告受けてないよ。どういうことだよ。まずい、案外怒ってる。その件はわざわざ部長の手を煩わせるまでもないと思います。勝手に判断するんじゃないよ。クライアントに言われて恥かいて。だいたいね、君はいつもスタンドプレイなんだよ。主役みたいな顔して一人で仕事してると思ってるのかね。え？ああ、いかん、ぼちぼち3分だ。何を時計を見てるんだ。私の説教はそんなに長いか。タイムイズマネーか。時間はコストか。カロンにいるのもいい加減にしてくれよ。部長。なんだ、言い分があるなら聞こうじゃないか。どうせ私に説明する時間も無駄だって思ってんだろ。時間コストの浪費って思ってんだろ。君はいつだってそうだよ。顔も主役なら心も主役。どうせ私は脇役だよ。3分が、俺の UFO が。さてと、ここからは俺の時間だ。自慢じゃないが、俺は仕事ができる。かなりできる。だから社内での俺の人望は厚い。前に言ったような気がするが、上司から期待され、部下から慕われ、社長でさえ俺に一目置いているらしい。故に俺にはいつだってタスクが舞い込む。2回目っぽいが、仕事のできる俺はそれを華麗にこなす。そんな俺の不可侵な時間、昼休みに UFO を食べる時間の前に。部長。ああ、すいませんでした。
例の件、勝手に進めて報告しないままでした。クライアントに言われたよ。すいません、以後気をつけます。僕はこの通り主役顔ですが、仕事はチームでするものだと肝に銘じます。今後ともご指導よろしくお願いします。頼むよ。脇が働いてこそ主役が立つんだから。ありがとうございます。ふう、俺の顔は間違っちゃいなかった。あの部長、爆発寸前だったらしい。先手を打っていなければどうなっていたか。少し予定が狂ったが、湯切りまで1分30秒。考え事をするにはちと短いが、いい香りだ。午後の仕事も頑張れそうだ。あの、宮野さん。おっと、部下の天野さんだ。おう、どうした。ちょっと相談があるんですけど。好きです、付き合ってください。はあ？ずっとそう思ってたんですけど、いい加減仕事が手につかなくなっちゃって。なんでお願いします。嬉しいけど、この状況で。天野さんの気持ちは嬉しいけど、ちょっと考えさせて。ほら、ここ会社だし、今お昼休みだし。分かってます、そんなこと。でも気持ちが止められないんです。ちょっと、あんた何やってんの。今告白してたでしょ。え、何やってんの。これは三村さんまで。三村さんには関係ありません。関係あるでしょ。私が宮野さんのこと好きなの知ってるでしょ。知りません。はぁ、あ、いかん、こんな修羅場で間もなく3分だ。よし、二人とも気持ちは嬉しいけど、あの、ここは僕に免じて。免じません。宮野さんが思わせぶりだからこういうことになるんでしょ。はっきり返事ください。私でしょ。私ですよね。逃げないでください、宮野さん。3分が、俺の UFO が。さてと、ここからは俺の時間だ。手戻ってる。時間が巻き戻ってる。そうだよな、これそういうやつだよな。どうしました。あ、なんでもないです、なんでもないです。タイムリープだ。2週目からうすうす感づいてはいたが、これ絶対そうだ。3分経って湯切りができないと、そのショックで戻っちゃうやつだ。なんてしょうもないリープ。ってことは、この UFO を食べないと時間は進まないのか。ってあれ、ない、ソースがない、コンビニに忘れた。くそ、慌ててたもの。タイムリープなんて初だもの。どこだ。ない、ない、ないぞ。あ、俺さ、知ってる、コロッケにかけるとうまいのよ。え、マジっすか。良さそうっすね。ちょっと、それ僕のソースじゃないっすか。あれ、ソースか。先輩、面白いっすね。ダジャレてる場合じゃん。あ、俺のソースが。さてと、イージーミス。さっきの一回何やってんだ。てか、なんだよこの店員、客が忘れてたソース使うか。どうしました。あんた手癖悪いよ。はい。タイムリーパー、焼きそばタイムリーパー。どうやら焼きそばが食べたいあまりリープしているらしい。ならばソリューションはこの UFO を無事に食べること。俺の不可侵な時間は誰にも踏み込ませない。俺の3分は俺が守る。部長、すいませんでした。例の件報告しないままでした。以後気をつけます。脇がいてこその主役ですから。そっちから言われるとカチンとくるけど、まあいいや、気をつけて。そして、天野さん、仕事が手についてないようだけど大丈夫。あ、ちょっと相談があるんですけど。仕事の相談、何でも聞いて。あ、いや、なんたって俺の恋人は仕事だから、今は仕事のことしか考えられない。あと UFO かな。そうですか。
宮野さん、後で企画書を見てください。楽しみだ。これでよしと。あとは誰かいるか、邪魔してきそうなやついないか。こいつも不安の目は積んでおくか。タミヤ君。はい。君、俺に用ない？ないっす。転職の相談とか俺にしようとしてない？いや、全然考えたことないっす。なんかあったら午後一で聞くから。はあ。ちょっとみんな聞いてほしい。僕を頼ってくれるのは嬉しい。必要としてくれるのはすっごく嬉しい。だけど、いつか僕がいなくなる日のことも考えてほしい。僕に頼らず、自分の力で問題を解決できる人間になってほしい。この昼休みはそれを考える時間に当ててほしい。以上。言ったろ、これは言ったろ、最大限のバリアを張ったろ。さらに念には念を、結界には結界を。これでもう魔物とて入れまい。湯切りまであと5秒。叫べシンク、いざ。 YUKI ユキリコンプリート。戻ってない、時間が動いてる。タフなミッションだったぜ。キャベツを落とし、そしてオープンだ。おお、ようやくこいつにありつける。インスタントのくせに手間のかかる UFO だ。くー、このソースの匂い刺激的だぜ。これをコロッケにかけるなんてバカげてる。この麺にこそ合うんだよ、マリアージュ。そして直ちに混ぜる。日々の喜びや悲しみ、さまざまな感情、恐怖、それら全てを混ぜ込んで俺は食う、 UFO を食う。午後のために、未来のために、俺は UFO を食う。忘れてないぜ、ふりかけ。磯の香りのフレグランスだ。さっきまでの苦労、そして空腹も言わずもがなスパイスになっている。今日は一段とうまそうだ。完成だ。 UFO 食べタイムリープ、カム。さあ、エンドロールといきますか。周りの連中がうまそうに見てくる。この道を俺は滑走路と呼んでいる。 UFO と一つになり、宇宙へ飛んでいくための涅槃への滑走路だ。懐かしい匂いだと思ったら UFO じゃないか。社長、社長、社長。君、最近頑張っとるそうだね。よかったらわしと少し話そうか。おいで。あ、でも UFO が。あ、いいから、おいで。いや、君を見てるとね、昔の私を見てるようだよ。いや、会社立ち上げの頃いつも食べとったんだよ。あ、UFO ですか？私の青春の味だ。向こう見ずと後悔の味だ。そんな時代を思い出してみたくなったよ。一口くれんかね。は？一口くれんかね。大きな声で言わすな。どうぞ。おい、
ちょっと一口一口宮野一口宮野一口こりゃとんだタイムマシンじゃないか。お母ちゃんわしゃまだまだやれるぞ。あの頃のようにな。女子社長本当にタイムマシンなんですよ。ちょっとー完成だってここへ戻るのか。雪にまではクリアしたってことか。親切設計だ。 UFO 食べタイムリープ今度こそカン。あとは無事に食うのみだって。そうか、このルートではまた社長に出会ってしまう。何なんだよあの社長、社員の UFO 食うか買えよ。ならばここは裏階段だ。懐かしい匂いだと思ったら UFO じゃないか。社長社長、ここなら安全だ。会社の中は敵キャラでいっぱいだ。自分の席で食えないのは落ち着かないが、今日は外 UFO と行きますか。おい守る。兄ちゃんなんで。父さんが転んで骨折したよ。もう蕎麦屋はやれないらしい。父さんがお前に蕎麦屋を継いでほしいって。なのになんだよお前、まだサラリーマンなんかやってんのかよ。いやだってそれは今聞いた話だから。父さんお前に期待してたんだぞ。小さい頃あんなに蕎麦好きだったお前が。なんで今はこんな当てつきみたいに焼き蕎麦なんか持ってんだよ。たま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 だから。こんなもん殺してやる。ちょっと兄ちゃん。兄ちゃん、もううめえうめえ。お前やっぱり父さんの蕎麦よりこの濃厚ソースの味なんてな。はあ、完成だ。くっそー、裏階段もダメか。っていうか兄ちゃんがそば屋継げよ。仕事してないんだから。いっそここで食おう。ここなら誰も気やしない。もはや環境のことは言ってられない。キッチン UFO だ。あのすいません。はい、見ての通りボクサーです。減量に耐えかねて逃げ出してきました。で UFO ください。その UFO ください。お願いだ、いいから UFO ください。ちょうわごめんなさい会長。どこへ行っても敵だらけだ。っていうかなぜボクサーはここへ隠れて。すいません。いっそ外だ。とにかく安全な場所へ。 UFO を落ち着いて食える場所へ。俺もこの会社辞めよっかな。今までよく UFO を食えてきたもんだよな。あ、すいません。あなた何週目ですか。はタイムリーパーですよね。何週目ですか。いや、あ、ちょっと、あ、よっしゃー、時間が動き出したー。おい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 。あいつもタイムリーパーかよ。同じ境遇のやついたのかよ。面白いじゃねえか。斜め上を来上がるじゃねえか。ってことはこのターンではあいつはもういないのか。タイムリープのルール的にはって言うじゃねえか。だったらさっきのコンビニへショートカットだ。あのすいません、バックヤード貸してください。UFO 食べたいんで。いいですけど。先輩大変です。気にしないで。この街はゾンビだらけです。皆さん避難してください。とにかくゾンビがいなさそうなところに避難してください。ゾンビだらけです。ゾンビシティです。あ、来た。何これ。お、来てます来てます。ゾンビ来てます。
ゾンビってどういうこと？ちょっと答えてよ！ごま油の匂い嗅いでる。どういうことっすかね。そうか、ゾンビは強い匂いに反応してるんだ。なるほど。どなたか匂いの強いものをお持ちの方いらっしゃいませんか。焼きそば UFO。おいゾンビ、こっちをかけ。人なんかよりな、こっちの方がよっぽど香ばしいぞ。おい、今のうちにお客様を安全な場所に。先輩かっこいいっす。おいゾンビ、こっちだ来い。はあ、主役取られた。ゾンビまである。タイムリープしてる上にゾンビまである。てかこれ食える世界線あんのか。住んでんじゃねえか。地下だ。なんかバーになってんだ。昼間だから誰も来ないだろう。入り口の前でって開いてる。ラッキー。おあつらえ向きだ。おい、ちょっと刺されてるじゃないですか。ああいいや、もう助からしね。好き勝手生きてきたんだ。悔いはね、酒、肉、女、欲しいもの全部手に入れてきたこの俺が。不思議なもんだよな、最後の晩餐に食いたいもんは何だと思う。はあ、で UFO か。この流れで UFO か。はあ、俺何週目だろう。これあと何週ぐらい続けんだろう。おい何 UFO 食わせてんだてめえ、こんな野郎。違うよ、北京ダックだ、北京ダック。あ、違うんですか。あの、すいません。もういい。もうわかった。俺にはいつだってタスクが舞い込む。上司の叱責、部下からのアプローチ、社長、兄貴、ボクサー、タイムリーパー、ゾンビ、刺されたやつ、何なんだ、一体何なんだ。どうやら世界は俺を放っておかないらしい。俺に何としてでも UFO を食べさせたくないらしい。ならば食べてやる。たとえ世界が終わったとしても俺は。UFO を食べてやる。おい、なんだあれ。ちょっと何あれ。見えるか、後ろ、後ろ見えるか。やっと屋上に来てくれましたね。あなたが持っているそれはどうやら我々の仲間です。あなたがそれをここへ届けてくれるまで何度も時間を戻しました。ご苦労かけてすいません。
そして野蛮な地球人から守り抜いてくれてありがとう。さあ、我々の仲間をこちらへよこしなさい。それが我々との友好の証。さようなら。うめごちそうさまでした。ドンギツネさんがいなくなった。なぜだ。あ、ドンギツネさん。違った。ドンギツネさん。また違った。あらら、可愛いけど違いますね。全然違うでしょ。あ、すいません。何これ。いつもと違う。いつもと違う。夏は汁なしどん兵衛。あれ、どんぎつねさん。どん兵衛を作る手を止めて、あなたは何か言いたそう。君が必要です。今なんて言いました。僕のそばに君が必要です。ついに。え、やっぱりそばには君が必要だな。美味しいです。月見も美味しい。日清のどん兵衛。あれ、どうしました。ほっといて。